10日の週に配布が完了する見通しを示したほか、EU の承認が得られれば6月末までにおよそ1億回分のワクチンの供給を見込んでいるとしています。有権者に香典などを渡していた問題で不起訴処分となった自民党の菅原一秀前経済産業大臣について、検察審査会は起訴相当と議決しました。菅原一秀前経済産業大臣はおととし選挙区内の有権者に香典などを